はい、シューチャンネルのシューです。今日の紹介は、ゴールデンフルレッドになります。フルレッドもノーマル、ゴールデン、リアルレッドアイ、アルビノ、ルチノ、通常のアルビノはあまり見ませんが、だいたいこの3色っていうんですかね、体色別には流通してると思います。特に今これ立て直し用にね、うちで飼育している個体にはなるんですけど、ゴールデンの血をリアルレッドアイのフルレッドに入れることによって体質、特に体型とサイズの改善を狙って、飼育してます。知ってる方は知ってると思うんですけど、ゴールデンを噛ませるとですね、体が大きくて、比較的がたいのいい個体ができるんですよね。これはドイツイエローもそうですし、フルレッド、その他の品種も結構言えることなんで、特にリアルレッドアイアルビノだったりすると、裏にゴールデンの血を入れてる個体って結構見受けられたりします。だからたまにね、ゴールデンと二重劣勢のものが生まれたりすると、若干体色がね違って見えるような個体ができてきたりするんですよね。それでもですね、リアルレッドアイしか生まれないものでも、一度ゴールデンかませるとですね、やっぱり体型が比較的立派になるっていうのは、自分も経験則で感じてます。この個体自体はまあそうですね、頭のてっぺんまでは赤み見えませんけど、ゴールデンとしては、平均的な、オス個体になりますね。結構なんていうんだかな、この体の後半部分までしか赤くならなくて、あとはみたいなねフルレッドも多いんで、それから比べるとまあ立派な方じゃないかなと思います。やっぱり体質も強くて餌食いもやっぱ激しくはなりますね。これで子供を実際取ると、まずねアルビノと、ゴールデンなんで、最初は全部ノーマル体色になるんですよ。でそこからまた F2 を取るとね、リアルレッドアイと、ゴールデンと、ノーマルとで分かれてくるんで、そこの中からまた親を取ってっていう作業を、繰り返します。だいたいそうですね、こういう交配とか立て直しっていうのは1年から半年の間ぐらいで結果が見えるんで、まあちょっと長い気長な作業にはなるけど、まあ、出来上がってきた魚、特にねやっぱり自分の以前のように改善されてたら達成感はありますよね。まあね、あまりちょっとねゴールデンフルレッド自体が人気があるものではないんですけど、立て直しのためにはやっぱり必要な品種というか系統になると思います。ゴールデンフルレッド自体もいろいろ種類があるんでね、例えばジャーマンフルレッドだったかな、今はね一緒くたに扱われてますけど、まあ、通常フルレッドって書かれてるものもいたら、もうジャーマンレッド、フルレッドですね。その他でも台湾系だとか、タイ系だとかですね、国別の名前つけてる人たちもいます。まあでも基本的にはほぼほぼ一緒なんで、その点は気にする必要はないので、まあ、なるべく、まあ、体の太い立派な個体いたら持ってきて、自分のところの系統と掛け合わせて立て直すっていう方法がいいと思います。一応うちはフルレッドのゴールデンだけでっていうやり方はしてなくて、まあ空き水槽に泳がせながら定期的な選別をかけて、リアルレッドアイのメインのフルレッドがくたびれてきたと思ったら血を入れ替えるようなやり方をしてます。まあどうなんでしょうね、海外系統でもね最近ヒレは小さいけどゴールデンフルレッドとかよく見ますからね、まあフラミンゴと言われてる個体というか系統品種になりますけど、まあ、そういうのをちょっと持ってきてもね、あとの体型のヒレの改良が難しいんで、ここら辺はやっぱり国産がいいでしょうね。まあ、こうやってね、やっぱり活発に動く系統品種なんで、ゴールデン自体が元気で、おすすめではあります。まあ、今後はね、あれですね、透明輪、グラスベリーとか、もしくはスケルトンって言われてる、品種もですね組み込んでいって、いろいろ面白い品種も作っていこうと思いますので、また出来上がり次第動画にアップします。はい、それでは今日はここまで。